千葉県南房総市で国民体育大会自転車競技会個人ロードレースが行われました。都道府県を代表して秋の房総、田園風景の中を走る戦い、そのレースを振り返ってみましょう。まずスタートラインに立ったのは青年男子81名。1周 28.7 キロの特設ロードレースコースを5周 144.7 キロで争います。実業団や大学の有力選手が揃った戦い、果たして優勝の栄冠は誰の頭上に輝くのか。そして少年男子85名、レースの前に地元千葉県出場選手が紹介され、スタート地点に集まったギャラリーから大きな声援が飛びます。青年男子の5分後、少年男子4周116キロのレースがスタートです。千葉国体のスローガンは今房総の風となり、この一瞬に輝きを。沿道の声援を受け、選手たちは時速40キロを超える平均速度でまさに風となって南房総の田園地帯を駆け抜けていきます。まずゴールに向かったのは少年男子。4周走り続けて5名のトップグループによる熾烈なゴールスプリント勝負。真っ先にゴールラインを駆け抜けたのは奈良中井俊介、続いて和歌山北村翔也。がむしゃらに踏みました。最後いや自信はなかったです。なんか自信持っちゃったらまた最後痛い目に遭っちゃうんで、もう最後まで引き締めて走りました。前に6人ぐらい逃げたんで、後ろの集団でゴールスプリントで2位入賞を狙おうと思ったら難しいんで、そのまま自分がその逃げに追いかけて追いついて、それで確実に入賞を狙えると思います。青年男子がゴールしたのは少年男子のおよそ30分後。福井の中島康晴が大きなガッツポーズでゴールへ突き進みます。昨年の国体に引き続き2連覇達成です。後ろに強い井上選手がいるということで、すごい前にいても楽ができて、で集中して最後の展開に持っていけたので、はい、すごいいいレースができたと思います。はい、県の人とか福井県の人とか皆さんに支えられて、はい、こういう結果を出せると思います。もう勝負かけてたんですけど、そうですね、最後は中島さん強くてダメでした。千葉国体2010自転車競技個人ロードレースの最終結果はご覧の通りです。